551がないとき。はい、こんにちは、影丸です。最近ですね、めっちゃ物忘れが激しくて、なんかそろそろもうなんかメモかなんかにですね書いとかんとあかんなっていう状態になってますね。なんでやろう。ずっとガソリンをですね入れないといけないって今週ずーっとこう思ってたんですけれども、ずっと忘れてるんですよ。ついにもう今朝もエンプティのところに来ちゃってて、今日帰り絶対ガソリン入れんとあかんのですけど、どっか手に書いといたらいいですかね。すいません。今日は奈良の天理ラーメンの動画ご一緒にご覧いただきたいと思います。関西の方では有名なんですけれども、奈良の天理ラーメン、醤油ラーメンですね。こちらが原材料名になります。製造はどこなんですかね。愛知県ことぶき鍵屋食品さんっていうところが作っているみたいです。ここですね。こちらがエネルギーになります。はい、こちらが中身です。ノンフライ麺ですかね。ノンフライ麺ですね。熱湯で4分って書いてます。火薬と後入れ液体スープですね。ちょっと火薬、こちらが火薬になるんですけれども、なんか何やろこれ、なんかコッパみじになってるなんかがあります。ちょっとお湯入れてきます。はい、出来上がりました。分解しとったやつは白菜なんですかね。なんか野菜っぽい感じがするんですが、で液体スープを入れてちょっとぐるぐるっとかき混ぜてみます。割にシンプルですよね。お店に行ったらチャーシューとか乗っかっていると思うんですけれども、いい感じです。それでは奈良天理ラーメンの醤油ラーメンのお味の方をチェックさせていただきたいと思います。美味しいんですけど、ニンニクが入ってます。そうですね、すごくこう醤油のコクがあって、なかなかこう、なんていうんですか、オイリーでニンニクの味がする。で、ニンニクのちょっとピリッとする感じがよく出ているんですけれども、僕的にはちょっとしつこいかなって。すいません。いう感じになってますね。好みがあっさりなんで、僕的にはちょっとなしかな、みたいな。すいません。まあでも濃くてニンニクの味が好きな人はおすすめやと思います。すいません。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。